岡ヤフオクドームです。福岡ソフトバンクホークス対千葉ロッテマリーンズの一戦です。解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。小宮山さん、現役時代にはいつも試合前に行う準備というのはあったんですか？そうですね、いつも同じような行動パターンで試合に臨んでましたね。なるほどね、やはりそういった準備がプロという感じなんでしょうね。まずはホークスの先発ムーアがヤフオクドームのマウンドに上がります。どんなピッチングを見せてくれるんでしょうか？小宮山さん、やはり立ち上がりがきっちり抑えられれば流れに乗っていけると思うんですが、いかがでしょう？そうですね、どうしてもピッチャー立ち上がりって手探りで入ってきますから、抑えると抑えないでは大違いになりますからね。さあ、そういう意味ではこの立ち上がりどうなるか注目していきましょう。緩いボール決まりました。ここはボール球を振らせたいですよね。なるほど、そうですか。3球目は何で来るか。打ちました、伸びていく、どうだ、入れば、そのままスタンドに入りました。先制ホームランです。マリーンズ、ホークス初回いきなり先制弾を浴びました。ホークス先制を許します。1対0。ここで一発を浴びてしまいました。しかしまだ1点差、後続はしっかり立って反撃といきたいところ。バッターボックスには指名打者の角中。ホークス初回から先制点を許す形となっています。里崎さん、いきなり失点を許し不安の残るスタートとなってしまいました。まあ立ち上がりやれてますから、ここから調子を上げていってほしいですよね。そうですよね、ここからはきっちりと抑えたい。さあ2球目は何か。空振りになります。ここは150キロを超えてきます。アウトコース決まってストライク、追い込まれました。ワンボールツーストライクです。インサイド落ちました、打球は切れてスタート切りました。ファールボールです。インサイド、センターへ打球伸びる、ここはフライになっています。センターが取りました。バッターボックスには3番菅野、ワンアウトになっています。初球は何から入ってくるか。高めのボール、高い打球ライトへ、この打球はフライになっています。ライト掴んで2アウト。バッターボックスは4番清田、2アウトになっています。初球ボール、いいコースに決まりましたね。アウトコースのストレート、力があります。これが3球目、低めの球、これは外れます。
ちました。フェアかファールか。わずかに左に切れました。ファールボール。インサイド落ちました。このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。ツーアウトランナー一塁。バッターは5番中村。マリーンズこの回先制となるホームランが出ています。緩いボールがコーナーに決まります。ストライクです。打ちました。ボテボテ。セカンド取った。スリーアウトチェンジ。しかしこの回マリーンズ先手を取るソロホームランが出ました。1対0マリーンズ先制です。小宮山さん、長いシーズン怪我などもありますから、年間通してベストオーダーを組めるかどうかというのは非常に大事ですよね。まあ、そうですね。ベストオーダーが組めるということはイコールも強いということだと思うので、まあ怪我人がね出ないシーズンはないですから。確かにその通りですね。バッターはシュート。先頭バッターとしての仕事をしたいところ。初球ストライク。打ちました。この打球は落ちるか。どうだ。センター弾く。ボールを拾って先頭バッター出ました。ホークスノーアウトランナー一塁です。さあ同点のランナーが一塁です。バッターボックスには中村。まあ彼はバントがうまいですから送ってもいいでしょうね。はい。さあここは送ってくるんでしょうか。まあ、キャッチャースローイングがうまいのでランナーは警戒していると思いますね。なるほど、そうですね。さてバッターボックス走ってきた。キャッチャー送球してセーフ。盗塁成功。これでヒット1本で追いつかれてしまいますね。やはり走力というのは大きな戦力ということですね。全くその通りですね。インコース高めのストライク。ツーストライクと追い込んでいます。空振り三振。前にボールを飛ばせません。さあそして打席には柳田が入ります。さあアウトカウントが一つ増えましたが、なおもチャンスは続きます。さあまず1球目。初球打ち。ワンバウンドヒットになりました。同点のランナーが三塁を回った。セカンドランナーホームイン。ホークス同点。1対1試合を振り出しに戻しました。バッターボックスグラシアル。ホークスこの回同点に成功。攻撃は続いています。小宮山さん、後続は確実に断ち切りたいところだと思うんですが、まあ、点はやりましたけど、ここでしっかり抑えたいですよね。そうですよね。ここからはきっちりと抑えたい。ここはゲッツーを取る。ランナースタート。キャッチャー二塁送球する。盗塁成功です。これでワンヒットで勝ち越されてしまいますね。やはり足のあるランナーは怖いですね。はい。切れました。ファウルボール。次のボール外すのであれば、その次サード抑えてツーアウト。ツーアウトランナー二塁となりました。つなげなかったですね。
ち上げた。高い打球になった。この打球はフライになっています。掴んでスリーアウト。勝ち越しは許しませんでした。しかしこの回ホークス貴重な得点が入りました。1回終わりました。1対1、ホークス同点に追いつきました。2回の表マリーンズの攻撃、打席には6番バッター井上。ホークス同点で迎える2回です。さあ里崎さん、この後のピッチング、どのようなところに注目しましょう。そうですね、まあ、攻撃陣の頑張りに応えるような投球を期待したいですよね。まあ、とにかく最少失点を心がけたいですね。なるほど。さあしっかりと守っていきたいところ。次が2球目、高めの球、ストライクになります。ノーボール2ストライクです。高めのボール打ちました。弾き返した打球はライトへ。ライトが取りました。ワンアウトです。バッターは7番に入っている藤岡。まずはワンアウトを取っています。これが1球目、初球空振りです。2球目は何で来るか。低め、これは決まった。ノーボール2ストライク。さあ3球目は何か。チェンジアップ外れました。さあ勝負してくるのか。インサイド落ちました。ワンアウトランナー一塁となりました。さあ一塁には勝ち越しのランナー、バッターは田村。ここはエンドランを仕掛けてくることも想定しておきたいですね。さあ仕掛けてくるでしょうか。ここはゴロを打たせたいですよね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。ファウルになります。これが2球目、インコースボール。夢はボール。外の変化球空振りです。ツーボールツーストライクと追い込んでいます。痛烈、これはショートライナー。バッターは9番に入っている安田。ツーアウトになっています。これが初球、際どいコースに送ってストライク。この高めは外れます。ストライクを取ってこれで追い込んだ。さあ勝負してくるのか、危ない球です。
高めのボール、ここは打ち上げています。栗原が抑えて3アウトチェンジです。ランナー出ましたがマリーンズ得点には至りませんでした。1対1同点です。ゲームはこれから2回の裏に入ります。ホークスの攻撃、打順は6番栗原。ホークス同点で迎える2回の攻撃です。インサイド打ち上げました。弾き返した打球はセンターへ。バッターは7番に入っている甲斐。石川、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール、低めはこれは入っていました。変化球タイミング合いません。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。4球目は何で来るか。打ちました。ライトに大きな打球、ライトバックバックバックする、ライトが追いかけますが頭を越えました。バッターランナーは二塁まで進みました。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー二塁となりました。初球打った、ぐんぐん伸びる、センターの頭上を破っていった。勝ち越しのランナーが三塁を回った。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁到達。ホークス勝ち越しました。2対1になりました。さあリードしました。ここはどんどん攻めたいですね。さあこのチャンスでバッターボックスには9番の牧原が入っています。初球空振りです。さあ2球目は何か。インサイド落ちました。打ち上げた、キャッチャーが落下点に入ります。ファールグラウンドで掴んで2アウトです。打順はトップに帰って周東。ホークスこの回1点を入れています。さあ勝ち越しに成功し、なおもリードを広げるチャンスです。初球はストレート決まっています。引っ張った、さあどうだ、ヒットになった。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン、ホークス1点追加します。目の覚めるようなタイムリーヒット、3対1、ホークス2点リードとなりました。今いい流れが来てますから、得点するならここですね。まずはボールから入りました。低めの変化球にバットが合いませんでした。次が3球目、ナイスボールですね。アウトコースのストレート、力があります。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。これが4球目、空振り三振、ランナー返すことができませんでした。三振で攻撃を終えました。しかしこの回ホークス貴重な得点が入りました。2回終わって3対1ホークスが勝ち越しています。里崎さん、序盤をリードで迎えた展開なわけですが、この後どのようなピッチングが必要になりますか？まあやっぱり先頭バッターをしっかり抑えることでしょうね。コーナーをしっかり攻めていきたいですよね。はい、ここに来ても丁寧なピッチング期待しましょう。
ストライクになります。あっという間に2ストライクです。低めに外れてボール。チェンジアップは入りません。高め打ちました。このフライは切れそうだ。切れました。ファールボール。サード取った。アウト。ワンアウト。バッターは今日 DH に入っている角中。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。先ほどはアウトになりましたけど、あわやというような当たりでしたからね、ここは慎重に行くべきでしょうね。はい、そうですね。まずはワンアウトを取っています。見送っています。力のあるストレートですよね。はい、ストレートが決まっています。ワンボールツーストライクです。さあ4球目は何か。見逃し三振。バッターボックス菅野。先ほどの打席はライトフライに倒れています。ツーアウトランナーありません。初球ボール。インハイ決まります。3球目は何で来るか。高めに決まりました。追い込んでいます。ワンボールツーストライク。打ちました。セカンドが取る。一塁アウト。スリーアウトです。反撃したいマリーンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。3対1、ソフトバンクホークスがリードしています。こちらが先ほどの配球になります。打ちました。中村アウト。ワンアウトです。打順は4番グラシアル。先ほどの打席はサードライナーに倒れています。さっきは飛んだ方向が悪かったですが、いい当たりでしたよね、タイミングは合ってると思うんでね、期待できると思いますよ。はい、期待しましょう。石川、まずは先頭バッターを打ち取っています。高め、空振りです。ノーボール、ツーストライクです。内への変化球は決まりません。
まあ、ここは自信のある球をボール気味に投げ込めばいいですね。なるほど。さあどう来るか。次が5球目。変化球空振り。ツーアウトになりました。バッターは5番明石。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ツーアウトランナーありません。初球空振りです。打ちました。右中間へ打球伸びる。ここはフライになっています。荻野が掴んで3アウトです。この回ホークス三者凡退です。3回終わって3-1、ソフトバンクホークスがリードしています。バッターボックスは4番日岡。まあ、ここはさっき打たれたカットボールの使い方は考えなければいけませんね。そうですね。そういったポイントを抑えた配球になってくるかどうか。ファウルになります。ノーボール2ストライク。これが3球目。アウトコース打ちました。セカンドうまくさばいてアウト。ワンアウト。打席には5番バッター中村。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。初球変化球は空振りです。打ち上げてしまった。この打球はフライになっています。掴んで2アウトです。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあやはり一発を警戒するリードになりますかね。基本的には低め中心に攻めたいですよね。なるほど。バッテリーもそういった配球で来るでしょうか。次が2球目。外に決まりました。あっという間に2ストライクです。さあ外してくるのか。ここは高めのボール誘ってきましたが手を出しません。ここはバッターがゾーンを広げて対応してきますから、より厳しめに行きたいですよね。はい、高め打ちました。ワンバウンドヒットになりました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。ツーアウトランナー二塁。さあホークス、得点圏にランナーを背負った場面です。まあリードを守って終盤戦に入りたいわけですから、ここはちゃんと抑えていきたいですね。そうですよね。まあこの状況としては嫌な相手を迎えてますから、キャッチャーはリードには気をつけたいですね。はい、さあここを切り抜けられるでしょうか。ファウルボールです。ここは見ます。次が4球目。打った、抜けた。セカンドランナー帰れば1点差。ホームに送球する。センター前ヒット。これでマルチヒット。さあそしてバッターボックスには田村が入っています。さあピンチは続いています。ここは差を詰められないように流れを断ち切っておきたいですね。なるほど、そうですね。低めは外れました。ボール先行です。
アウトコースストライク。低め、これは外れた。スリーボールになりました。低めの変化球見送りましたがストライクです。フルカウント、ピッチャー逃げ切れるか。これが6球目、外れてフォアボール。ツーアウトながらフォアボールで満塁になりました。結果はフォアボール、ピンチを広げました。いやー、今のはもったいないですよ。はい、初球から際どいコースをついてきます。ストライクを取ってこれで追い込んだ。このピンチ空振り三振に切って取りました。アウト、スリーアウトです。ピンチを消した。3対1ソフトバンクホークスがリードしています。ソフトバンクホークス4回裏の攻撃になります。バッターボックスは6番栗原。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。いや、アウトにはなりましたけど、いいよ。インサイドでワンアウト。バッターボックスには7番甲斐。前の打席はカットボールをうまく打たれましたから、今度はその使い方は要注意ですね。さあ、ここは同じ鉄は踏みたくないところ。2球目は何で来るか。変化球タイミング合いません。ノーボールツーストライクです。打ちました。セカンド取る。ツーアウトになりました。今画面に出ているのが先ほどの配球です。打ちました。取りました。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回ホークス3人で攻撃を終えています。4回終わって3対1ソフトバンクホークスがリードしています。小宮山さん、追われる展開となっているわけですが、このぐらいの点差の時にピッチャーはどんなことを考えるもんなんですか？いや、もうとにかく一球一球集中するということですよね。そうですね。さあ、しっかり抑えていきたい。インサイド打ち上げました。センターへ打球伸びる。柳田抑えてワンアウト。バッターは DH 角中。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。まあ、前の打席はいいリードでしたよね。まあ、ですから今度はバッターが何を狙ってくるかですよね。そうですね。ムーはまずは先頭バッターを打ち取っています。今日の先発ピッチャーはホークスがムーア、そしてマリーンズが石川、この2人の投げ合いとなっています。これは手が出ないか。外の低めに手を出しました。ワンボールツーストライクです。変化球空振り。バッターは3番菅野。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。
初球ストライク。低めの変化球です。高め外れました。打ちました。これはセカンドライナー。反撃したいマリーンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。3対1ソフトバンクホークスがリードしています。ホークスの攻撃、バッターボックスは9番牧原。先ほどの打席はファールフライに倒れています。ホークスリードで迎える5回の攻撃です。ボールになります。直球で決めました。ワンボールツーストライクです。打ちました。これはスタンドへ入りそうです。切りました。ファールボールです。狙いは良かったと思いますね。はい、高めストレート外れてボール。インサイド落ちました。このフライはどうだ、落ちるか。ヒットになった。先頭バッター出ました。ホークスノーアウトランナー1塁です。さあ点差を広げたい場面、1塁にランナーを出しています。バッターボックスには周東。まあバントの上手い選手ですからね、送ってもいいと思いますよね。なるほど、そうですか。これが2球目。走りませんね。ここもバントの様子も見送っています。スリーボールナッシング。ここは1球見てくるでしょうか。送ります。ピッチャーが取る。2塁へ、アウト。ここは送球が間に合い、2塁フォースアウト。さあ1塁ランナーを返して点差を広げたい場面です。バッターは中村。まあ彼はバントがうまいですから、送ってもいいでしょうね。はい、さあここは送ってくるんでしょうか。ここはバッター甘いボールを打ってきますよ。なるほど、さあ何を選択してくるか。さあ3球目は何か。ファーストランナースタート。キャッチャー送球して盗塁成功。いや、この盗塁は痛いですね。やはり足があるというのは大きなアドバンテージということですね。そうですね。インサイド打った。高いバウンド。セカンド取った。一塁アウト。しかしこれは進塁打になりました。さあそして打席には柳田が入ります。さあ2アウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。切りました。ファウルボール。低めの変化球でカウントを稼ぎます。すぐに追い込みました。ここは見ます。
ボール球打っていった。さあ面白い当たりになった。掴んで3アウト。追加点は与えませんでした。ホークスサードランナー残塁に終わりました。5回終わって3対1、ソフトバンクホークスがリードしています。配球表をご覧いただいています。今日はストレート変化球ともにバランスよく投げています。ヤフオクドームからお送りしています。ゲームは6回の表に入ります。追いかけるマリーンズの攻撃。バッターボックスには4番清田。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ホークスリードで迎える6回です。さあ里崎さん、リードを守るべくしっかり抑えていきたいですね。まあそうですね、一発だけは気をつけたいですよね。丁寧なピッチング心がけてもらいたいですね。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。見送ります。ストライクが入りません。ここは1球見ました。ファウルになります。見逃して三振になります。まず1つアウトを取りました。現在のピッチャーの状態、まだ100球には達していませんが、多少きつくなってきたでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。まあそろそろ疲れも出てくる頃ですかね。そうですね。ただバッターからすればこの辺りが攻め時でしょう。緩いボール決まりました。さあ2球目は何か。インサイド変化球外れます。アウトコース打ちました。ここは打ち上げています。取ってツーアウトです。バッターボックス井上。まあここはさっき打たれたカットボールの使い方は考えなければいけませんね。ええ、さあここはどういった攻め方をしてくるか。初球はボールになりました。次が2球目。ストライクになります。次が3球目。打ちました。打球はライトへ。最後はライトフライ。掴んで3アウトです。反撃したいマリーンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。3対1、ソフトバンクホークスがリードしています。6回の裏、さあホークス、この回は4番から始まります。グラシアルがバッターボックスに入ります。先ほどの打席、最後は空振り三振。初球打ち、弾き返した打球はセンターへ。ここはフライになっています。打順は5番、明石。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。打球自体はいい当たりでしたから、ここは慎重にいった方がいいと思いますね。はい、そうですね。まずはワンアウトを取っています。打ちました。藤岡アウト、2アウト。バッターは6番栗原。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。いや、アウトにはなりましたけど、いい当たりでしたから、ここは注意した方がいいですよね。そうですね。2アウトランナーありません。この回のホークス打線ですが、たった3球で2アウトになっています。そうですね、理想的なピッチングだとは思いますよ。はい、そうですよね。2球目打ちました。この打球は落ちるか、どうだ。
中村が抑えて3アウトチェンジです。この回ホークス三者凡退です。6回終わって3-1、ソフトバンクホークスがリードしています。これから7回マリーンズの攻撃です。そしてホークスはピッチャーが変わります。モイネロが予定通りマウンドに上がっています。ここはきっちり抑えてリードを守りたい場面となりました。引っ張ったファーストが取る、一塁そのまま入ってアウト。8番バッター田村、前の打席ではフォアボールを選んでいます。ワンアウトランナーありません。インサイド、打球はセンターへ。この打球はフライになっています。ここはセンターが抑えています。ツーアウトです。バッターボックスには9番安田、先ほどの打席は同点のチャンスだったんですが最後は空振り三振に倒れています。ツーアウト、インサイド落ちました。この打球はファールグラウンドへ、わずかに右に切りました。ファールボール、インコースバットが回ります。ノーボールツーストライク。低め見送っています。見逃して三振です。スリーアウトチェンジ。反撃したいマリーンズでしたがここは三者凡退に終わっています。3-1、ソフトバンクホークスがリードしています。さあそしてここからはラッキーセブン、ホークスの攻撃に入ります。ソフトバンクホークスラッキーセブンの攻撃になります。バッターは甲斐、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ホークスリードで迎える7回の攻撃です。体に近いところ、3球目は何で来るか、ボールになります。低めに来ました。2ストライク2ボールと追い込んでいます。大きな打球になった。この当たりはどうか、真ん中左中間破っていきました。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。さあそしてバッターボックスには松田が入っています。さあ追加点のチャンスです。まあ、この辺りの追加点はダメージが大きいですから。インサイド打った、高いバウンドになった、ピッチャーが抑えた、一塁アウト、ランナー二塁はそのままです。まあここは繋いでおきたかったんですけどね。さあそしてこのチャンスで打席には9番の牧原が、ストレート打った、セカンドが抑えた、一塁へ、一塁アウト、しかしこれは進塁打になりました。バッターボックスには代打のデスパイネ。小宮山さん、乗り切りたいですね。まあここですよね、ここをどう打ち取るか。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。このボールは見送るのが精一杯、ストライクです。低め決まってストライク、ストライクを先行させていきます。追い込みました。さあ外してくるのか、外の球打った、ショートがよく抑えた、一塁送球アウト、スタンドのファンからも歓声が届きます。ホークスサードランナー残塁に終わっています。7回終わって3-1、ソフトバンクホークスがリードしています。これから8回マリーンズの攻撃です。一方ホークスはピッチャーが変わります。背番号28高橋がマウンドに上がります。ここはきっちり抑えてリードを守りたい場面となりました。
さあ初球は何か。インサイド決まっています。この球は外れています。インコース決まった。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。外、これは外れていきます。5球目は何で来るか。インサイド打ち上げました。高い打球左中間へ、レフト掴んでワンアウト。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、選球眼のあるバッターなんでね、不利なカウントにはならないようにしたいですよね。なるほど、どういった攻めを見せてくるか。インサイド打ちました。明石アウト、スーパープレイ。素晴らしいプレーが飛び出しました。里崎さん、今のプレーご覧になっている、バッターボックスには代打の福田、ツーアウトランナーありません。初球は何で来るか。初球ボール。まあここはバッターが甘い球を狙い撃ちしてくるカウントですよね。なるほど、さあどう来るか。打ちました。切れていきます。ファウル。高め、際どいコース決まっています。ワンボールツーストライクです。ストレート外れました。インサイド落ちました。またファウル。さあ次のボールが勝負ですね。なるほど、さあ何を選択してくるか。見逃し三振。スリーアウトチェンジ。反撃したいマリーンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。3対1、ソフトバンクホークスがリードしています。8回の裏に入りました。ホークスの攻撃、バッターボックスには指名打者の中村。今日はまだ当たりがありません。ホークスリードで迎える8回の攻撃です。インコース見送ります。あっという間に2ストライクです。切れていきます。ファウル。この球は外れています。これが5球目。打ちました。この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。中村、今日の初ヒットがここで出ました。ノーアウトランナー1塁です。高めのボール打ちました。センターへ打球伸びる。センターが取りました。4番バッターグラシアル。
今日はまだ当たりがありません。さっきは取られはしましたけど、あわやという大きな当たりでしたよね、バットは触れてると思うんで期待したいですよね、期待しましょう。ワンアウトになっています。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。まあ、次はボールになってもいいくらいの気持ちで、インコースの食い込んでいくボールが思い切って投げ込めるかですね。なるほど。さあどう来るか。打ちました。打球は左中間へ。ここは打ち上げています。センター掴んで2アウト。バッターボックスには5番明石。今日はまだ当たりがありません。2アウトになっています。インサイド、ライトへ打球伸びる。ここはフライになっています。福田が掴んで3アウトです。得点には至りませんでした。8回終わって3対1、ソフトバンクホークスがリードしています。9回、ヤフオクドームが歓声に包まれました。最後を締めるのはもちろんこの人です。ホークスの守護神森、声援を背負っての登板となります。初球は変化球から入りました。インサイド落ちました。ファウルになります。引っ張った。サード取った。アウト。ワンアウトです。5番バッター中村、今日はまだ当たりがありません。ワンアウトランナーなしです。さあ守護神森がマリーンズ打線の前に立ちはだかります。里崎さん、どうでしょうピッチャーの状態は。調子は悪くなさそうなんで、しっかり締めて終わりたいですね。なるほど。さあしっかり締めてもらいましょう。引っ張った。打球はレフトへ。デスパイネが掴んで2アウト。打席には6番バッター井上。先ほどの打席はライトフライに倒れています。前の打席はちょっとヒヤッとするような大きな当たりでしたよね、ここは長打を警戒しておきたいですよね。そうですね。2アウトになっています。さあ勝利まであと1アウトとなりました。そうですね、まあ落ち着いてしっかりと最後のアウトを取ってほしいですよね。はい。さあ最後のバッターになるでしょうか。打ちました。ピッチャーゴロです。取った。これで3アウト。試合終了になりました。ソフトバンクホークスが僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。小宮山さん、なんとか継投で逃げ切りました。継投見事でした。そうですね、まあ、戦い方とすると、まあ、こういう形でという、そういう感じの展開になりましたよね。そのあたり監督の采配もズバリハマりました。勝ったホークス、接戦をものにしました。一方のマリーンズですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはホークスが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで福岡ヤフオクドームから失礼します。